怖いやつ怖っやられてます怖いよ世界チャンピオンに怖いよ殴られるなはいどうもなんだっけエマなんだっけヤーブロちょもう一回なんだっけエマニュエルヤーブロよくそんな状態で行くの毎回だから記憶曖昧な状態で俺も緊張してたなんか分かるけどドンタコスですけどじゃあねあのなマジこれお互いマイナススタートだ絶対に今なんて言ってたエマニュエルヤーブロああ総合格闘家それで俺がドンタコスですそうですねまたマイナスから今日もということで、はい、今日も撮っていくんですけど検証を今日も検証だってもう対戦相手も決まったってことそうです決まりましただからもうイメージはできるってことやったもんねそうですね、まだどの技をチョイスするかってねまあね、当日お楽しみ全部読まれてたもんね全部動画見られて YouTube で、ね、研究で向こうの人も何研究してんねんって言われるやろそこをやるんだっていう今日どれをやるのよどれをやるの京介がまた書いてきてくれてるので、はいこれね、ちょっとチョイスしてみてそれやってみるこれうどんで違うこれはえこれ何これシャオもう俺おらんやんこれは相手いないやんこれはですねこう向けてもらおうかなこれは攻めのシャオリシャオリこれは守りのシャオリ守りのシャオリ、うん、シャオリって何かっていうと、はい、消す力って書くんですよね消す力消す力、まあ、これ郭海洋っていう中国憲法の達人がやった技なんですけど、うん、攻撃を受けた時に人間が反射的に力んでしまうのと逆にあえて力を抜くことで打撃の威力を吸収するというのだからもう強力な打撃を食らっても脱力することによってダメージを受けないっていうそういうディフェンスの技なんですよ脱力でダメージを流す受けないそう受けないだから食らってもシャオリーさえやれば効いてこいんだよ痛くない効かないそのシステマとかだからそれに近いかもシステマに近いかもシステマに近いってこと近い近いそうえんちょくでもこれはさ、うんこれは、今回はユキオさんがシャオリーをやるかっていう話ちょっと待って、ちょっと待ってお前ちょっと待って趣旨が間違ってくるやん違う芸人がシャオリー覚えて、はい、いや、それはとんでもなくテレビ出れると思うよシャオリー覚えたら、はいはい、さっきけど、どういうこと俺がシャオリーを覚えてパンチを食らって、ねはい、痛くない痛くないかだから、これはヤチがねシャオリーを使う対戦相手と出会った時の練習だって次の相手がシャオリー使うかもしれないもんそうそうやばすぎるってちょっと待って今俺温野菜しこたまかけた吐くで多分だから今日はユキオさんの形状だユキオさん今のうちにシャオリー覚えといたら、うん、今後の企画楽かもしれないですよ確かにそうっすよどんどん試す中で痛くもないそう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 別に言わないでいやでもこれヤチ君も覚えてたら最強や確かにまあねじゃあ二人ともやってみるかまずそのシャオリーを一回勉強しよう確かに勉強しましょうじゃ早速やってみましょうかょょこれさ、うん、見たとここうやってるだけやろそうっすねどういうことこうどうしようかねちょっと待ってちょっと待ってむちゃくちゃ不安やわそんなトップファイターに殴られたことないしさ無理やってちょっとあ、シャオリー入ってんじゃないあ、でもいけるかも。え、もう行くの？ちょっと待って。ちょっと待って。打診やってる。打診にする。ちょっと待って。わざとわざ。ちょっと待って。合体術と。ちょっと待って、マジ。あの、ほんまにごめん。合体術はやばい。ほんまに、どこ殴る？どこ？あかん、棒。胸とかいいんだね。あかん、あかんって。え、あかんって。いや、腹とかよりはいいっすよね、でも。確かに、ここよりは絶対。え、ちょっと一回、パンチ。ちょっといいパンチじゃなくていいんじゃない？蹴りパンチ、いやもうそれはやっぱ強い打撃じゃない蹴りはやばい俺スロットやねんパンチあ、じゃこれすらこれそれイメージのパンチどれぐらいでもちょっと出しもどきうんうんここなシャオリーでちょっと一回、シャオリーなしの一回シャオリーなしのそうっすよ、だからそうだ力んで使えたディフェンスとシャオリーのディフェンスどっちがダメージ少なかったかっていう検証ですからガチガチのやって、一回殴ってみたい。もう今気持ち変に折れる前に行こう。確かになんかもう怖くなる前に食らった方がやろ。はい、いいよ、はいよ。3、2、1、言う。はい、いいよ。3、2、2、1。豚っ鼻で。ちょっと待って、ちょっと待って。格闘家ってこんなんだけど、
別に緩いようにやって重いんか。いや重いねんな。重いか。分かった分かった。ちょっと待って、今もういいよ。はい。もうちょっと強くでいいわ。お。あ、ええ、俺も子供じゃない。ちょっと右でいい。ああ、ええ。いいよ。まあ、今また力むんですか。あ、力むよ。そらええよ。いくよ。見てる見てる人もこいつサブってなるよ。確かに。いくよ。あ、ええ。三、二、一。ちょっと。乳首ギュッてついてたね。今覚えたまんまで、俺独自のシャオリでいいんやろ、うん、瞬間なのかな。いやもうシャオリ入ってていいと思う。入ってていいの。入ってていい入ってていい。見ない方がいいかも。見ると力んじゃうから。そうびっくりして。さっき覚えてます。あ、いや覚えてる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 。もうちょっとじゃあ俺のタイミングいきますか。だって俺もう目つぶっとくな。いいって言ったら言ってください。シャオリできたって。ああ分かった。ほんまに真剣にやるわ、うん、多分それブラジルの血は入ってるから、うん、その格闘技の国ではあるから、うん、もしかしてできるかもしれない。やばい薬やってるみたいな。大丈夫。ちょほんまにその薬やってるなってことじゃないね。ほんまにタオリー。タオリーよ。このご時世ね。タオリーよ。あ、いいよ。あ、ほんまに抜けてる。ちょっと待って。ちょっとごめん。ほんまにごめん。じゃあ分かってんのよ、そんな。冷めるって。もういいさ。俺のちょっとさっきが出ちゃってごめん。ちょっと待って。ちょっと待って。分かった分かった。めっちゃ怖い。あ、分かった分かった分かった。ごめん。もう一回。言うて胸ですか。胸やん。絶対大丈夫。そうやって吐いてでもないし、その段階グーでグッグンって逆に痛くないだけやな。全然。すいません、その見てる人もすいません、この時間は申し訳ないです。まあまあ、はい。ちょっと待って。意外とあれだ、脂肪が乗ってるから大丈夫。筋肉の上にね。お前おお力入れる。いやおおオッケー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 。はい、よし、しない。はい、しない。どのタイミングでもいけますか。お前シャオリーだと倍ぐらい痛いから。だから一回そのヤチ君がシャオリーできるかをやってみますか、うん、じゃあユキオさんが。じゃあ、いやでもえ俺じゃ素人パンチやん。うん、どれかいるんすか、この流れで。どれかいるの。いやだって来ていただいてるって俺は。実はすごい人いるんですよね。そうなんすよ。あ、すごい人だった。ちょっと紹介お願いします。元ボクシングの世界2階級制覇のチャンピオンの青さんが来てくれてましたね。今たまたま見ててくれてて、そう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 、ちょっと僕あのボクシング習ってて、ね、その後ちょっと残ってくれて見てくれてたんですよ。全然ゼロ予定なかったけど。ないよ。シャオリーとも知らんかったよ俺、はい、で俺が食らったよ。で今度俺がやるっていう時にむちゃくちゃもう余裕な感じだったね。分かりますよね。え、ど素人のパンチなんてっていう。世界のパンチ、世界のパンチ。いやいやいや、怖い。世界トップファイターになるためには急だな、悪い人だわ。僕もびっくりよ。この流れかと思った。びっくりした。グローバーあったらいい。まあ青さんは大丈夫だ。でも怪我しませんか。そうそうね、背中とかだったグローバー倒れました。え、なんかどっちでもいい、すでに人を殴ったことないんで。そうですよね。大事な拳じゃないですか。グローブつけよう。グローブつけよう。すいません、一瞬で。そうですね、ちょっと一旦サンドバッグちょっとやってもらって。すいません、申し訳ないです。すいません、ちょっとね、世界レベルのパンチ。ほら、あんたのそうに歌ってみ。おっ、よし。怖い、もうむちゃくちゃ腰低いってんだけど。ついちゃいった。怖い。はい、よ、三二一。まずその力入れて。力入れてる、ね。力入れてる。三二一。あ
力んだのに嘘やられてわかる次それシャオリンやシャオリンでやるの嘘でしょ硬いのよなんかシャオリン力抜いて脱力してちょもう一回確認させてシャオリンをもう一回確認させて、うん脱力脱力、うん、だけだもうベンダーみたいなことやんなそうそうそうあのさっきも言ったあれ思い出して今のやつに必要な脱力だそうそうね確かにそうさっき真面目なあれで硬い硬いっつってボクシングのやり方戦い方もそうテーマテーマ脱力戦いそのファイトスタイルガチでヒントになるじゃないシャオリ一回さ怖いやつ怖いやられてます怖いよ世界チャンピオンに怖いよ殴られるな聞いてんのかな脱力者は痛いよ聞いてるし痛いよ聞いてました痛い体得できずでもなんかね、ちょっと掴みかけてるかもしれないもう一回、ちょっともう一回なんか、ハマっちゃってんじゃん、なんか大丈夫じゃあなんか、やっぱ脱力のテーマなんかねなんか受けたリアクションはすぐできてるそういうそうそうそうつかみかけてるかもいや今の方が痛くないわさっきよりえ本当に着実に慣れて巻きってきてる試合中相手のパンチ全部シャオリで受けてたらもう大丈夫だよそうそう審判蹴ろうと思わへん確かに今なってたらストップ早いリフリーストップ早いあかんってなるかもしれんなシャオリンです言ってはないかんそうそうシャオリンですシャオリンですシャオリンですいやいやまあ痛いよやっぱ脱力が痛い正直まだちょっとディフェンスの時は力入れた方がいいよだってボクシング的にもボディはああもう絶対力入れてますよねで、それはそうだわで、なんだっけなんでしたっけなんで急に喋らなくなっちゃった俺の番もしかして待ってたあとその背中やられたのは思った以上に痛いかなって思った痛いよ背中を殴られることが、うん、その発見別に今日いいっすいやでもたまたま来ていただいててって思う本当ですねはいスペシャルコラボはい全然出てありがとうございましたすみません本当にただやっぱシャオリンはシャオリンねシャオリンってシャオリンシャオリンシャオリン注意してシャオリンはちょっと厳しかったってそうねまあでもいいヒントにはなったかもねやっぱ俺脱力が今必要だから確かにいやほんまにそのボクシングでも脱力そうでもいや今のやっちの動きには脱力が必要だと力みすぎそうカクカクしちゃってるみたいななるほどじゃあちょうどいいきっかけというかヒントになってましたねまあということで結果プロ格闘家はバキに出てくる技シャオリーできませんでしたということで今回も残念な結果になって残念になってしまうでも試合も近いマジで見つけようそう見つけましょう引き続き見つけていきたいと思ってなんだっけえ助けてそんならまたまたそうな検証したいと思いますのでまた誰のチャンネルいやそっちがそうや俺黙ってるやんだからこうやっていやセキュリティみたいにこうやって横で黙ってんのにはい引き続きね検証をやっていきたいと検証と必殺技探しをやっていきたいと思うんでということでさよならアディオス今日はどうしようかなこれ全何もうバッケンですブルースリーみたいなうん、そうっすね前にあのねそれそうあれあれ、よくよけないそうっすよ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 